この食材を使って巨大ハンバーガーを作っていくぞ。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今日はですね、マスオズキッチンでございます。特大ハンバーガー用のバンズとパーティーを使いまして、超巨大ハンバーガーを作っていきたいと思いまーす。マジでこの2つでかい。もうね、僕の顔サイズぐらいとかね、こっちもすごくないですか。で、ただ作るだけじゃ面白くないので、今日は僕の好きな食材をこのハンバーガーの中に入れまして、味と味の化学反応じゃないですけど、ハンバーガーの新たな可能性が今日発見されるかもしれません。早速巨大ハンバーガーを作っていきたいと思います。じゃーん、こちらが今回使用する材料になります。特大ハンバーガーバンズ、そしてパーティーなんですけど、それ以外にもですね、サーモン、キムチ、レタス、あとこれやばくない、納豆、あ、これもやばいね、とちおとめ、いちごですね、などなど、ちょっと普通はハンバーガーに入れないものも入れて今回は作っていきたいと思います。ではまずこちらバンズを切っていきたいと思います。でかいね。包丁よりこう長いから、うまく切れるかわかんないんですけど、このぐらいでいこう。よしよしよし。おー、いけたー、すごい上手に切れたよ、これは。はい、マスゾーとりあえず合格。で、続いては焼くものを焼いていきます。まずこちら、サーモンですね。これコストコで買ったサーモンなんですけど、これを贅沢にハンバーガーに入れてしまいます。いい感じに焼けました。もう絶対これもうそのまま食べたらうまいやつね。ベーコン焼いちゃいましょう。えいえいえい、アーチー、もうこんぐらいでいいでしょう。はい、3枚焼きました。じゃあ続いては卵を3個目玉焼き風に焼いていきます。1個目、目玉焼き3つ焼きます。で、表面もしっかり焼きたいので水入れて蒸し焼きにしていきましょう。それではいよいよこちら特大ハンバーガーパーティーを焼いていきます。フライパンにギリギリ入るサイズですね。でかい。よーし、フライパンに投入。すごい、形が崩れないのもね、素晴らしいね。すげえ、でけえ、マジで。これ中までしっかり焼けるのかな。塩コショウもしていきましょう。よしよしよ、もう今回はね、このお肉の味を楽しみますから、すごいいい肉肉しい香りが漂っている。じゃあちょっと焼き目はついたかな、一回ひっくり返そうかな。わ、良さそう、いきます。すごいでかい。3、2、1、おーしゃー、すごい、でっかい牛タンみたい牛タンみたいな色合いになってる。ちょっとひっくり返しましょうか。いきます、おら、うわ、すげえ、ほら、うわ、すごいな、これ、すごいわ、これ。では、いよいよハンバーガーにしていきます。まず、バンズにマヨネーズをね、両方サラサラっとこう、つけまして、マスタードを乗せまして、レタスを敷いて、玉ねぎを乗せますと。アボカドも乗せましょう。アボカドは美味しいよね。ちょっと固めかな、このアボカド。で、さらにトマトもいっちゃいましょう。これ4人前分ぐらい作ってる感じなのかな、これ。ベーコンを、このまま、切ってないですからね、このベーコン。3枚、贅沢に乗せまして、綺麗に乗ったな。こちらにお肉をドーンといっちゃいましょう。おりゃー、うわー、うわ、出て、ちょっと待って、ベーコンが流れてってしまった。ベーコンが、で、ここに目玉焼きをちょっと3個焼いたんですけど、ちょっと乗り切らなそうなので、2つ
乗せまして、顔みたいだもんもうこれ。ここから変わり種をいろいろ置いていきます。まず先ほど焼いたサーモン、納豆も入れちゃいましょう。おりゃ納豆とハンバーガーの組み合わせ、なんだこの夢のコラボは。でさらにまさかのこちら、いちごも乗せちゃって、キムチも乗せちゃいましょう。もう異種格闘技戦とはこのことだ。おりゃあ、いちごが流れていく、いちご、いちごが。で最後にこちら、とろけるチーズを上に乗せまして、これをちょっとだけレンジでチン。そして最後に蓋をしたら、マスオ特製ハンバーガーの完成でーす。超巨大ハンバーガー、実際に食べていきたいと思いまーす。でけー、いただきまーす。あー絶対僕の口より確実にでかい。でもこういうでっかいのをかじりたい。じゃあちょっとこのゾーンも行こう。いただきまー。無理ー、かじるの無理。ということでお行儀よくこちらナイフとフォークで食べていきたいと思います。じゃあまずは変わり種を入れないパターンで食べてみましょうか。わ、すごい。ほらこんな風にサンドイッチみたいにしてナイフと僕で取れました。でハンバーガーの中はこんな感じ。お肉がめちゃくちゃ分厚いよこれ。いただきまーす。うん、うまーい、うまい、おいしい。パティとバンズがおいしい。お肉にねしっかり味があって、このね素材をこう活かしてる系のハンバーガーなんだよね。でレタスとトマトがちょっとねまたこうヘルシーな感じっていうかジューシーな感じもまた出してて、ベーコンも美味しいし、もうこれだけで言ったらもう普通にめちゃくちゃ美味しいハンバーガーですよ。チョキチョキチョキ。うわ卵もあるしね、ここね。ケーキなんか切ってるみたいだもんこれ。キムチゾーンに突入しようか。じゃーん、うまく取れた。ここキムチゾーンいただきまーす。うん、うーん、あ、これはねすごく不思議な感じだけどうまいよキムチは。うん、なかなかねハンバーガーで感じることのないあの白菜のシャキシャキした食感を途中から感じるんだよね。美味しいですねキムチ。はい、サーモンとお肉と他の食材ゾーン行きまーす。いただきまーす。これはね驚きの結果、あんまりね良くないかも。サーモンの味がこのお肉にですね全てこうかき消されちゃってるんですよ。だからサーモン食べてるのかどうなのかって口の中でねよく分かんないの。じゃあ次、納豆ゾーン。すごい、皆さん見えないかこれ、糸を引いてる。ん、まさかのこれ美味しい。納豆トーストってあるじゃないですか。だからよく考えたらトーストと別に納豆って合わないわけではないんですよね。まさかの結果美味しい。これ全米で売り出そう。いちごハンバーガーいただきまーす。どの味が勝つんだろう、甘いのかなしょっぱいのかな。いただきます。ん、これはね合わない。いちごとハンバーガーは合わないです。もうね口の中パニックよ今。どれ楽しんでんのかいいのか分かんない。で最終的にはお肉の味しかしなかった。わりかしいちご以外は全部合うなっていう。ハンバーガーにしたら何でもうまい説。まあいちごは微妙でしたけど、ほぼ何でもうまいんじゃないかなって思っちゃうぐらいにハンバーガーってすごいっすね。なんで納豆入れるとこんなまろやかになるの。これはほんと全世界発売。
なんとかね、とりあえずここまでは食べました。あと4分の1ぐらいということで、もうね、これは明日の朝ごはんにしたいと思います。はい、ということで今回はですね、超巨大ハンバーガーを作って食べてみました。まあね、皆さん、ハンバーガーにはイチゴは入れちゃダメだよ。あの、キムチと納豆は入れても OK。 はい、ぜひ皆さんもよかったら試してみてください。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ハンバーガーの新たな可能性を知れた気がします。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。納豆キムチハンバーガーを食べてみたいと思ったみんなはぜひ高評価よろしく。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。